はいどうもダークネスローズです。あーとおはようございます。おはようでもないけどおはようございます <laughs>。えっと、今日何日だっけ、えー、?7 月16日ー。今月ももう半分終わったね。まあ、もうね、8月が近づいてきてもね、憂鬱ないけどね、あつむね、あっと、行くも地獄、戻るも地獄やねんな。あのー、7月、まあ今まだ、まあ、7月の半ばやけど、 ま,あまだ梅雨も明けてないし、開けたとか言ってたけど結局開けてないやん、実際、えっ、ー、と、昨日の,あの朝から昼にかけてもなんか土砂降りやったし、雷は鳴るし、めちゃゲリラ豪雨っていうんかな。で、なんか、あのマンホール抜けたりしてたし <laughs>、まあね、そんな風に大雨は降るしさ昼、夕方とかもちょっと降ってたし、で、まあ、その雨は結局降るし、で、 じめじめはしてて、で、もまあ昼間になったら雨も止んで、止んだら止んだら今度はあのギラギラ太陽があの焼き尽くすぐらいの太陽が出て、31度、2度とかになって、暑いでしょ。んで、きついよね、みたいな <laughs>。で、まあ昨、日昨日だったから、まあ一昨日だったか、いつだったか忘れたけど、もうね、早く梅雨も明けてほしいよねって言ってる人がいっぱいいて、わからなくもないんよ。 あのー、今日静きとかも言ってたし今日と昨日か昨日静きとかも言ってたし他の人もよく言ってるけど片頭痛がしたりねあの頭痛くなったりとかそのまあ気圧の関係で気分悪くなったりとか、まあ、いろいろある俺も多少ある特に梅雨の時期はさすがに俺も答える、あのー、だるいしもうとにかくだるいし、うん、そのね湿気といい気圧といいねいろいろその雨自身もそうだし、まあ、暑さ自体もあるしね きついんやねえこれね梅雨が明けたら明けたね <laughs> その灼熱地獄が待ってるわけやんかもう普通に体温を超えるぐらいの気温になるわけよ今なんかまだね32度とか3度とか言っててもちろん暑いよ暑いけど昼間にその温度なわけでもこの梅雨が明けた暁にはもう37度8度まあ40度まではギリいかないと思うよこの辺はいかないけど場所によっては行くやんか 40度もうその局地的な時間的なもので一日中40度とか言ったらもう砂漠とかになってまうけどその行ってまうやんかあのそんな時が来るんですよあの8月にもなればそっからまあ9月の半ばぐらいまではまあ30何度って普通にずっとそのもちろん昼間はもちろんのことやけどこの夜中の時間帯早朝の時間帯とかその 天気が悪い日とか、まあ、ちょっと曇ってる日とか、関係なく30度はずっと超えてくるから、うん。でも体感温度なんてもう40度なんてザラよ。うん、地獄が始まるから、本当に。<laughs> 俺も去年も夏は俺何もやる気ないからなってずっと言ってたけど、ほんまに今年もきつい。 なんだったら、めっちゃ不謹慎なこと言うけど、緊急事態宣言とかでさあ、あ店が開いてなかったりさ、テレワークってなんだかんだとかってあったやんか、あれが今ぐらいの時期だったらなんどんだけいいか、家なんか,からなんか出たくもないし、その方がいいわって思う。冬、冬場っていうか春先とかなんかは外出たいし <laughs>、動きたいし、活動したいし。でも今は活動したくないんよ。逆になってほしいんやけどさ、やっぱり気温が上がってくるとさ、ウイルスとかも活動が。 あの不活性化するからまあね収まってくるんやけどねまあ動き回らなあかんのよ結局この時期になってもさまあ今は別に特にやることないけどまあ8月ぐらいになったらまたやることはあるしどう、まあ、実写の動画も撮るしもちろんねゆっくりも頑張らなあかんしもうね大変なんよねいろいろとう,うほんと地獄よ <laughs> まあね、今回、えーとね、まあ、ちょっとゆっくりの話るついでに言うと、えー、と今22話まで完成してて、完成してててか、さっき22話を仕上げたんよ、今日。で、まあ、結構かかったんやな、5時間ぐらいかかったのかな、結局、なんやかんや。で、まあ、それぐらいかかって完成して、まあ、長めのお話やったけどね。まあ、それを終えて、まあ、あとね、たぶ23、24、5、5までは多分いかんと思うけど、 ああでも行くかな25話ぐらいで終わりかな今回のゲーム会はで次のえっと多言塾っていう第4期のゆっくり茶番ゆっくり物語がスタートしますはいえーとゆっくりの方楽しみにしてくれてる人はぜひよかったらそのままね楽しみにしておいてくださいなんかね最近あのこれ俺のスマホだけだと思うんよね俺のスマホっていうか俺スマホ一応 3台ぐらい持ってんねんけど、前使ってたやつ、その使ってるから、その前使ってるってやつでは異常はないんやけど、その新しいスマホとかでね、自分の動画をね、チェックするときに確認するのね、サムネが変わらんのよね。あれ多分、YouTube 側のあれだと思うんやけど <laughs>、ちょっとイラつくんやな。他のスマホだと変わってるから、こいつだけなんやけどな。なんなんやろ、俺。はい。まあ、そんな感じで。まあ、えっと、 下手した俺今日別にやることないから今日ってか別に今も眠くないから下手しもう1話ぐらい作るかもしれん <laughs> 23話ぐらいまで勢いで <laughs> まあ無理やったら途中で諦めるけどね <laughs> とりあえずね編集には取り掛かろうと思うよ <laughs>、ね、寝る気が全然しないんで <laughs> はいそんな感じでえっとゆっくりの方ねまああとほんまにクライマックスなんで20今22話できて232425 ほんまにクライマックスだから自分でもちょっと話話がちょっと楽しみになってきて次の話作りたい作りたいってなってるからもうねこの勢いで一気にいったろうと思いますはいえーとそんな感じでダークネスローズでしたバーイ